ガルサル。アルネイズ。殴られたのね。縄を切ってくれ、アルネイズ。家へ帰ろう。おい。ああ、大丈夫だ。縄を切るような道具は持ってねえ。ならいいけどよ。おい、アルネイズ。亭主がわざわざ迎えに来てくれたんだぞ。ええあてなんて言わねえで、もっといいことしてやれよ。こんなに縛られていては手当てできません。今だけでも縄を。そりゃあ無理な相談だな。何を縛っちゃいねえぜ。解放できるだろ。アルネイズ、すまなかった。もう二度とそなたとヒャルティのそばを離れたりしない。もう二度と。私が間違っていた。許してくれ、アルネイズ。辛い思いをさせたな。やり直そう。何もかも元通りにしよう。私の戒めを解いてくれ。ごめんなさい、アルサル。ごめんなさい。何を言う。許しを乞うのは私の方だ。さあ、アルネイズ、しっかりしてくれ。おい、アルネイズ、もういいか。気すんだだろ。俺様女に弱えのがたまに傷なんだよな。サービスは終わりだ。ほら立ちな。私の名を切れ。早く、アルネイズ。おい、やべえぞ、やられてる。しっかりしろ。早く縄を。二人とも殺されるぞ、アルネイズ。ダメだ兄貴、息のある奴はいません。バカ野郎ども、俺があれほど油断すんなと。兄貴、来てくれ。こいつの剣です。先の方を見てください。血は雨で流されちまったけど油がついて刺したんですよ、敵を。深いな。はい、手負いの上に手負い。ここには馬もなかったはずだ。行くぞ。奴はまだ遠くには行ってねえ。必ず農場の中で蹴りをつける。見つけ次第殺す。